ザ・キングオブファイターズ98プレイステーション版とドリームキャスト版、さあこちらの方を比べていきましょう。それでは動画スタート。まずはオープニング、違いがあるのかないのか見ていきましょう。ロード時間の方はね、また後からね、比較するのでロード時間はカットしております。もういきなり違いますからね。はい、 SNK ということでね、キングオブファイターズ98プレイステーション版はアーケードのね、アーケードと一緒の移植版となっております。でドリームキャスト版、こちらの方はねオリジナルのオープニングアニメーションとなっております。なぜオリジナル、まあ、そんな感じもしますが、オリジナルのアニメーションでございます。さあイオリ近づいてきて今日と戦う。でもね、元々のこう結構ね、この98 の, オープニング好きなんですけどね、ちょっとアニメーションも悪くないんですけどね、なんかやっぱりこう寂しいなという感じがあります。ザ・キングオブファイターズ98プレイステーション版とドリームキャスト版に違いがあるのか見ていきましょう。プレイステーション版ザ・キングオブファイターズ98アーケント版から遅れること約8ヶ月後の1999年3月25日発売。劣化はしているものの比較的良好な移植となっております。評価の高いね作品でもあります。しかしね、相変わらずのねロード地獄なのは変わりない。ドリームキャスト版ザ・キングオブファイターズ99プレイステーション版の販売から約3ヶ月後のね1999年6月24日発売。1ヶ月後にねアーケードで KOF99 が稼働開始しております。もうなんでこんな遅くなったという感じですよね。 SNK ドリームキャスト参戦1本目のソフト、なぜか98でなくタイトルが99にしたのは不思議なところであります。なんでね、ドリームキャスト KOF99 は2本出ております。次世代機ということもあり移植度が高くロードが速いドリームキャスト版、そしてね、なぜか背景のグラフィックはドット絵でなく 3D にリメイクされているのも不思議なところでございます。それではロード時間、処理速度見ていきましょう。起動時間、さあどっちがね先に起動するか見ていきましょう。まあそれはプレイステだろうね。さあセガのロゴとプレイステーションのロゴが出ております。今ねすっげーこう爆音でね、ジー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 ってドリームキャストロードしております。さあさあさあ、そろそろ来たか。はい、来ました。 20.25 秒、でも20秒かかるんですね、やはりドリームキャストでも。さあシステムをまあ起動したり、今カードチェックしております。データが見つかりません。ロードをやめます。さあ来たか。こっからね、こっからロード、こっからさらに、あでも早いな、 39.91 秒、その差はマイナス約倍ですね、 19.66 秒、約20秒かかりました。さあ戦闘までの処理速度、こちらの方も比較していきましょう。結構画面がね違うんですよね。さあチャイナ、そして来ました。暗くなってから画面が切り替わったらね、そこでカウンターストップします。今回はさあ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 、はい来ました。ドリームキャスト版 7.53 秒、やはり早い次世代機、でも7秒かかりますね。さあそして98プレイステーション来ました。 18.14 秒、倍以上ですね。その差はマイナス 10.61 秒、10秒差11秒差、結構かかりました。2戦目までのね処理速度、そちらも行きましょう。ロード時間、さあドリームキャスト、やはりややロードしますね、 2.40 秒。さあそしてプレイステーションもろロードしております。そう考えたら次世代機すごくこう速くなりましたね。はい、 10.01 秒ですね。その差はマイナス 7.61 秒、8秒差ですね。まあでもドリームキャストになることでね、すごくこうテンポが良くなりました。それではね、コンティニューからの復帰速度、そちらの方も見ていきましょう。さあダイモン負ける、はいダイモン負けました。で画面が切り替わったらカウンタースタート。そうそう、このウィナーが出るまでもプレイステーション版ねロードが入るんですよね。さあさあさあ、ロードが入るんだよね、ウィナーで5秒になったらスタートします。はいスタート。さあプレイステーション、やはりドリームキャスト版が早い、やはりドリームキャスト版が早い、ダントツだな。
もうすげえすげえあのプレイステーション版連打しましたよ。はい、キャラ選択。さあ、まあ全く違うな、こう考えたら。でここからまた長いロードが入るんだよね、プレイステーションも。はい、ドリームキャストさん 48.21 秒。まあでもドリームキャストでもやはり1分近くかかってますよね、48秒ということでね。さあまだ来ないよ、まだ来ないぞ、プレイステーション1分の壁は超えたぞ。はい、来ました、1分07秒21秒ですね。その差はマイナス19秒。お、ちょうど19秒です。思ったより差はないかな。でもな、20秒って結構な時間ですよね。ということでね、圧倒的にやっぱり当たり前ですがドリームキャストの方が早かったです。さあね、これメニューです。結構ね、こうほんまガラッとリメイクすることによって全然顔ドリームキャスト版違うんですね。でキャラ選択画面でございます。ドリームマッチ1999になってますよね、あの下のロゴ、ドリームキャスト版なぜか。そしてゴールドになっております。でキャラのね、この画面も全然違いますよね。このキャラ選択画面も結構、あーそうか。そして画面見ていきましょう。まずはこの船のステージね、こうドリームキャスト版 3D になってるんで、すごくあの船の動きがね、なんか 3D ですよね。なんか 3D ってどういう。ちょっと順番に見ていきましょう。プレイステーション版ドット絵を再現しております。ドリームキャスト版 3D のグラフィックになっております。はい、こちらのね、さあどうなのかな、なんで 3D にあのあれしたんですかね、それが不思議なんですよね。ドット絵でいいじゃんって今だったら思うんですけどね、まあ、当時お 3D じゃんって思ったかもしれないんですね。さあ燃やす、殴られる。さあこちら船のねステージ、シンゴいきます。さあこちらのステージもね、すごくあのドット絵も悪くないんですが、まあなんか 3D になることによってこうね、あれですよね、誰得なの、船が 3D だね、船が 3D だね、その言い方も。さあこちらのね、神殿のステージ、こちらですね、あのドリームキャスト版ね、夜と昼となんか時間が流れるんですよね、明るくなったり暗くなったりと。そしてこちらのね、プレイステーション版ゲームセンターを再現しようと頑張っております。さあそう考えたらね、こう全くではないけど、なんかこう雰囲気がだいぶ違いますよね。よっしゃ、はい、こちら、あ、人がいない、ドリームキャスト版真ん中のランクルみたいな車、サーフか、ランクルか、あ、ハイエースがない、プレイステーション版、あ、走ってる車が結構ちょっとした違いがあるんですね、そう考えて。さあそしてラスボスルガール行きましょう。後ろのね、水槽部分がすごくあの 3D なんですよね。まずアップいきましょう。プレイステーション版、サメが泳いでいます。さあドリームキャスト版、このルワール強いには強いんですが、そこまで強くないんですよね。あのやっぱりあのルガールは94のルガールが最悪でしたね。あれで95で98ぐらいなランクじゃないですかね。まあ94のルガールはひどい。で両方タイムオーバーで勝ちました。笑ってる。ということで今回はザ・キングオブ・ファイターズ98プレイステーション版とドリームキャスト版、こちらの方を比較しました。いやプレイステーション版ね、まあ、ロードは長いものの結構あの移植度もね
そう、まあ、劣化はしているものの高くね、評価の高い作品ですが、まあ、今までの KOF の移植はどう何だったんだよっていう話なんですけどね。でドリームキャスト版、ドリームキャスト版ね、ちょっと会社がごたごたあった頃なんでしょうね。確か1999年ということは SNK がね、まあそういうことまで多分ドリームキャスト、いやドリームキャスト参戦したことによってちょっと発売が遅れたのかな。まあ次世代機ということもあってね、すごく移植度が高くてね、すごく良好な作品です。まあ今やるんだったらネオジオアケアカがいいかな。あ、でもプレステ4版でもいいかな。ということで今回の動画はここまで。また次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャン。